井伊直虎、井伊直政。彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。あ、誰かいるみたいです。うん、戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感をしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。大将に直接話を聞くとしましょう。あの私たち敵じゃありません。なんでこんなことに。これぞ無双。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。先に進むことが肝要。
引く。この武器どうした新入り。どうやら他の使い方もできそうです。さすがは義の先輩は侮れません。私たちもすぐに出陣の準備。義の先輩だな。思ったより少ないが油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思ったら彼らと遭遇しました。ですが義の撹乱部隊にしてはどうも様子が変です。背中を見せるは恥だが、やむを得ぬ。ながら見事ですね。ですが義にあんな将はいたでしょうか。無双。
とがある。ここは卑怯。まあ、派手に暴れて困ったわね。でも、これ以上はさせないわ。なんて凛とした美人。じゃなくて、すみません。押しております。しないわ。あなたはこの軍の指揮を取っている方ですか？彼らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉、信じるとだ。天下無双の武、ここに極まれり。確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫厨房、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け、迎撃に出たところ妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし孫厨房、孫権だと。それに孫権、葬儀、あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。それは妙だな。異なる時代、場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こっている。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。まさに霧の中をさまようがごとくだ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬが、これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む、孫権殿。陸白へ全力で戦いましょう。
厨房、この天下を新たなものとせん。帝昌炎、愛しき風景を胸に描き戦わん。戦うことでしか守れないものがあるなら。この主義法こそが時代を照らす炎だ。偵察に出していた兵が戻った。この先で村が襲われているらしい。なんと、一体誰がそのような真似を。トウタ君、かつて我々の世界で欲望のままに生き、残酷に人々を踏みにじった暴君です。トウタ君は民を巻き込むのも気にせず村で略奪を働いている様子、急いで止めなくては。ならば同行させてもらいたい。暴君が相手とあらば、拙者の部が何かの役に立つこともあろう。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。だが、妙だな。以前にもこうして共に戦ったような気が。どうも初めて会った気がせぬな。奇妙なものよ。先ほどの妙な武器、使えば人知を超えた力を発揮できるようですね。この先の戦いでも役立つかもしれません。そうですね、ナウマさん。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。戦いはどんどん激しくなってきてますね。その分仲間も増えてるのはありがたいですが。ああ、そうだな。今後に備えるためにも皆の様子に気を配り、それぞれの力を伸ばしていきたいものだ。ナオトラ殿、あなたが一緒で嬉しいわ。この主義法こそが時代を照らす炎だ。